はい。もんじゃの出番です。に？また俺裏中のと株。そう、お前が全部株からや。株を買うからですよ、全部山ほど。確かに。何？いや、あの、説明書をね、読んでみるのもいいかもしれない。そうですね、ちゃんとね。僕ら一回も読んだことないですからね。うんまあ、あんまゲームの説明書をマジ読む人は珍しいんじゃないですか。全部読む。うん。よし。500で買えんの？安いな。ビアンカさん。お、1995年チャッピーが生まれた年ですね。キャサリンの持ってるお金93です。違います。93です。え、ちょ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 、あ、私俺何言っても一緒やねん。もう踏んでる。もう全部踏んでる。2周目。うわぁ、いらん。まあでも結構お金いるからね。はい、トモス。1998。1885。これはリーダーが生まれた年。古すぎるやろ。1318年。これは聖徳太子が生まれた年です。聖徳太子もっと前。800年ぐらい。聖徳太子が亡くなった年ですね。最新の前や。じゃあ600年ぐらい。600年ぐらい。何年でもいいよ、別に。お、1949年。これは、日本で初めての。なんですか？これよ、俺が求めてたものは。ほんまに？ちょっと早すぎ。よし。あ、でもそんなもんなんか。鹿さん、これ後で交換な。いや、何と？それ早すぎる。早すぎるな。早すぎるよ。だって今よりな、もう70、80年ぐらい前だろ。さすがにそんなにはあれやな。どっか俺の、多分、どっかあるから鹿さんとメリットがあるところが。うん。うん。この辺とかな。よし、大気よ。あ、1962年。これは全部言うの？これ、あの、世界で初めてうんこが発見された。違いますね。ええ、それは多分ほんまゼロから。それまではうんこはユーマだった。これ何やろ、みんな思ってた。自分のケツから出てくるの。何やこの生き物。生き物じゃねえよ。で、1962年に初めて三倍クリチャンス。ああ、いりません。いらない。高い。お金持ってないんです。もっとお金が溜まってからやね。1407年。これは明智光秀が生まれた年です。ギャンブラーや。それっぽいこと言うね。シャフブロック。シャフブロック。ああ、ちっちゃいやつやな、これは。わかりやすい。絶対ちっちゃいやつ選ぶやろ、これ。なあ、小さいものにね、服があるって言うしね。お、あ、しょぼい。ほら、もう強欲。だキノコなんだろうな。だから、もう、いい、一気アップでしょ。一気アップ。破産しても大丈夫。そう、最強や。破産したら銀行が助けてくれる。あ、キノコ持ってるんですねってなるんや。なんか俺、これよりもやばい。立派なキノコしてますね。下9みたいな。なあ、俺もないぞって。いつもリーダーそういうとこあるからな。ちょっとなあ。カジノか。ビアンカ使ってるくせに下ネタ言うからな、しません。ビアンカ実は下ネタ大好きやったな。うん。お、よし、俺に来い、俺に来い。いい感じのシチュエーション。俺に任せろ。俺に来い。頼んだぞ。ビアンカ、ビアンカ。確かにビアンカ好きそうや。あのフローラとどっち選ぶかってなった時に色仕掛けで株。株。おい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 、あれは株だ。あれにくれ。よし、株じゃないよ、あれなんかペアチケットやろ。あざー。口に刺さってる。もうやめろ。最悪俺。吸い込んだ。キャサリンが吸い込んだのって言って。ベリーはいいの。いいって。まあ俺が50持ってたと思う、確か。あ、そうだ、右上か。そうそう、ケーキ屋の、俺の主力のケーキ屋があると思う。最高やん。最高な。
やっぱり吸い寄せてるよね、運気を。キャサリンってあれ、吐く方なんやけど。で吸うのもやっぱ大事、吐くためには吸わなあかんから。だからもしかしたら後々吐いちゃうかもしれないね、運気を。全部バーって言って。その時待っとくわ。吸い込んでる。株とかお金全部吐いちゃう。そんなとこそうですね。ん？それは、株も。ああ、株持ってるのか。で、店もあるしな。やっと一周や。1992年。死なせ、しません、まだ。まだ一周できない。そして私、お金を渡しなさい。うわ、未来に行った。2148年、これはドライブ。リーダーの。間違えます。結構俺、長生きするね。あと130。これは。エルさんは1500歳もできるから。うん。出た、そのよくわからん理論。もちろんっす。もちろんっす。すごい。堂々と言ってるけど。マジで納得いかへん理論。まあそれはまた話す機会があると思う。ラジオの方で。よっしゃ。どんどん回るよ。リード早いな。うん、これどんどん回るよ。さっきの俺みたいな。うん。まあ、お前と違うの、ね、何が。俺は、俺とエルが生まれた年ではなかろうか。うん、これそうですね。リアルにそうですね。だから、今年で25歳なんですか、あなたたちは。今年でそうなるね。うん、早いもんですね。僕は26ですよ。俺ですら24になったし。だもうこれで4人のうち3人がアラサーですよ。おぉ、俺だけまだアラツーか。アラツーっていうの？アラトゥエ。アラトゥエ。アラトゥエか。ドラクエみたいな。アラトゥエやな、俺は。アラトゥエ、だいぶ容器おるもんな。学生大体洗ってるやん。大体そうだね。高校生から。ああ、今度こそ。みんな洗ってるやん。一周した。一周したね。サンキュー。おー、レベルアップしたやん。やったな。よかったな。よう、もう2か。すごいな。大きなったな。しばくで。この前まで1やったのに。大きなったな。あれで。725もあったらめっちゃ買えるやん。そうなんや。あ、ここ、それが正解。ここあれや。上がらんとこや。上がらんエリアや。独占したらめっちゃ上がる。うん。そうそう、独占したら。あれができるから、増資額出るから。で、今買った株を売ります。どういうシステム？わかるよ、その気持ち。わからんわ。いや、これが運用ってやつやる。いや、ほんまに、買えるときに買っといて、手数料かからへんから。確かにな。手数料かからんわ。そうや、そうですよ。クーリングオフするみたいなもんな。お、いいじゃん。結構転がすね。いいとこいただきますよ。果物屋さんやからなっつったって。またケーキ買って、うん。パンに果物のケーキ。わあ。もうめっちゃ美味しいの作れんで。すっげえ甘ったるいのできそう。じゃあ牛乳屋さんや。牛乳屋さんや。無敵やな。無敵や。いい、あとレンズ屋さんや。レンズはいらない。どういう美味しく見えるレンズみたいな開発するの。よう7出すな、ほんまら。下かじゃあ。あ、下行ったんだな。あ、下では。もうクズ鉄矢増資できない。これ以上増資するな。クズ鉄矢どこまで行ってもクズ鉄矢、うん、使い物なら。あ、そう、株どこも持ってない。まあ、とりあえず店。ここちょっと。まあ、2つあるしな。うん、違いがあるから。その辺がいい。いいんじゃないですか。この辺もでもまあ金額は金額やから買い取られることがないから。うん。まあ安いとこやな。安いとこ。せっかくやしな。こうなるよな。そこはできないんです。クズ鉄はもうクズ鉄やん。もし170もいっちゃう。まあでも結構ね、鹿の資産が。全然。まあでもまあまあ、しょうがない。鹿さんの小判ざめになるからまた。目押し。よく分かれへん。良かったのか悪かったのか。まあまあまあ、でもいいんじゃないですか。店変えて。金ない。金ないな。うん。ないよ。なんかうまい具合に2個ずつ買っていってるのか。うん、そうやな。結構大きいんじゃないですか、これ、後々。30株。どんぐらい ?9 か。すまんけど、すげえボソボソ喋るやん。9ですね。急にやる気出して思い出した。あ、そうや、撮ってみやった。はい。うわ、
俺スタートするとこやのに、もう儲かれないやん。ひどい、5と4がいますから、ね、しかもお休みやからな。ここ嫌やな、休みます。お、はい、お休み。このドラクエコンビ全然あかんな。跳ねないな。ほんまに。ほんまやな、俺ら跳ねないな。はい。いい。これで俺は、え、2周目かな。うわ、早い、早っ。はえー、キャッシュがすげえ。俺今ゴールしたとこやで。ほぼ一生一生。だからここでね、もう一回、もう一回というか、ここで優勝したらすごい興奮する。ほぼ一緒。あ、ここぐらい買おうかな。40ぐらい買っとくか。ほんと買っとこう。手数料ただなんかすごいよな。そう、今の世の中じゃありえん。あ、すごい、ほとんど休みよ。まあまあいいですね。経済悪っ。正月やろな。正月とか。正月の商店街やろ。感謝祭だったな。ああ、なるほど。えい。なんで7ばっか出んの ?1、2、3、4。不思議や。不思議やね、ほんとに。5、6、7。よこせ。あ、初めてや。6、9。20%だから。結構いいやん、だって。金が。はい持ってない。あ、カスやわ、こいつ。よし。おー。なんか7めっちゃあったぞ、今。てか、7って何なん、お前。わからん、ほんまにわからん。うわ、下か。下。しかも7があるってことは8もないとおかしくない？何面体なん、これ。そう、おかしい。7絶対出えへんとね、理論的に。最高や。銀行のお金で増資、イェイ。あ出た。200しちゃおうと。うわぁ、後で買えんくなってきた。ええー、とこな、こうやってできるといいよね。買えんくなってきたぜ。イェイ。結構 OK ですね。はい。ビアンカさん。はい。頑張ってください。最下位のビアンカさん。最下位のビアンカさん。いや、すごい。なんだばっかやった。いいね、すごい欲がないね。まあ投資やろ、増資やろな、もういただきすぎてやってて、よくないな。あ、もうちょっと早い。あ、ちゃうわ、うん、上は自分とかやから上、うん、なんかな、あのチャンスマスのとこの音が、うん、マリオパーティーのマス進む時の音に似てる。あー、そう言われそうだな。まあ、やっぱり似てんのね、そこは。マリオパーティーやったことないかな。あるやろ。どういう嘘やの、これ。同じようなゲームはやったことあるけど。結構高いな、増資してるから。結構いかれるわ。はい、もんじゃ。もんじゃ。食べたい。なんなん、もんじゃっていう名前の由来で。おもんがから来てるんじゃない？やっぱり。もんがからね。そう。の、なんか、じゃが。じゃって、横島。ああ、横島なもんじゃん。いや、それはもんじゃやから。それより悪いもんじゃ。じゃもんじゃ。じゃもんじゃ。じゃもんじゃ。かっこいい。これどこ買っとく？こっち買っとくかな。まあ、D がいいんじゃないですか。これ絶対上がるよな。今のうちに買っとこう。いや、わからない。50株も買うの。こいつ言っても全部買うのよね。主流なんですね。何もできないでしょ。投資するお金ない。ないでしょ、あなた。そっちをどうしてるの？オラミ。え、だってお前今株買ったとこどうしてんの？え、どっち買ったの？俺こっち買ってなかったの？いや、下買ったよ。D。ここ買ったよ。ほら、B。何してんの、ほんま。みんないらんわ。もうよくわからんって、お前やってることが。上がったからいいですけど、俺。さあ、ヤンガスさん。黄色踏めよ、黄色。あ、どうも。あ、何やこれ。肉や。肉やん持ってるの。あ、俺肉やん持ってるの。すごいよ、キリンとパイとか作るの。あ、そうそう、そういうのもやるんだよ。だから。もうその、ミスドみたいに。ミスドみたいな感じ。だんだんこれ、そういうのも取り揃えていくみたいな。いろんな、なんかこう、あったかいご飯みたいな。あったかい系も揃えていく。いや、全然追いついてきたんちゃう？全然追いついてない。俺に。そうやね。ドーナツやあるやん。ここ買わんでいいの。あー、取られた！
まあでもパン屋があるからね。いやパンとドーナツ違うでしょ。違うから技術がやっぱり。てか俺ほんまに職員しかないの今。もう知らんねんけどよく分かってないんだけど。なんかクズ鉄屋売ってあるわ。いらんよ。どうせケーキ屋と交換してや。あがんケーキ屋の方が絶対ええから。ケーキ屋儲かんでしょ俺。しかも土地が2つあるけど3つも。ああ。絶対なんかもっとやばい数字出てくるわ。うちで。進むね。進むね。おお、すごいね。で、また進むやろ。いや、分からんけどね。うわ、マジか。ゴミやん。はい、どうもー。まあ、とりあえず振ったら。あ、俺か。まあ、一回お休みな。分かってるもんね。うわ、マジか。トップはリーダー。うわ、黄色。通らんといてない、今の間。黄色チェック覚えて言うて。258のとこ。うわ、青な、しかも。そう、お前青だ。うん。なんだ、黄色って。黄色は。で、お前青や。黄色枠ね。黄色ね、はい、エリア C。C。A、B、C、D。ダブじゃない。G はなかったんだけど、あ、そう。はい、し。まあ、みんなゆっくり走って、やって。これで1。まあまあ、4。ギャンブラーやな。お、あ、違う。ケーキ屋や。ケーキ屋ぞ、しれきり。すみません、だめ、ケーキ屋振り上げないから、どうして。化粧品屋も持ってるやん。あ、ほんま？あ、ほんまや、すごいな、もう女子の嬉しいことばっかしてんだ、うん、やっぱりね、ま、中身おっさんのくせに。いや、乙女やから、キャサリンは。なんならやってる俺も若干乙女やから、最近自分は女の子と思い込んでるって書いてあったけど、おっせや、やめとるよ、お前。思い込んでた女の子やろ、それは。こっちやろ。思い込んでたら女の子じゃないやろ、その量だ。なんでそこそんな疲労の、そこ許せ、え？今191は結構でかいね。うわすごい。よいしょ。すごい、これもうカチカチカクじゃないですか。いや全然やろお前。あと7000やろ。長いわ。さっき2000の時もあと8000ですよもうって言ったからな。これ何回やんねんこのくだりをってなの。1、2、3。3、5、6に過ぎたと思うんですけど、じゃあさっき1回やり直してたよ。やり直してた。今18分、うん、めんどくさいね。よくわからない歌を歌いました。おい、よしよし、来い。 B、 B、 うわようやるなお前、すげえな。 20% アップって結構すごいね。おい、258やばいぞ。おい、300の大台乗ったぞ。すごい、300の大台。300の大台。まず300ね。まず300。軽く、ね。そうやった。軽く300ぐらいいってる。踏んでくれさえすればもう俺の勝ちなんやけどな。誰かが。お、すげえ。勝ちではないけどな、全然。まだまだ遠いけどな。俺の言うこと全部否定してくるな。いや、だってそれは違うでしょ。なんか。それこそ、僕のキャサリンがあんだけいじられんねんって、お前もっといじられてて、勝ちやもんな。どこがやねんってなる。嘘にも報道があるわ。まあ、確かにな。お、株価が上がるね。1988年、これはガッキーが生まれた年ですね。あ、そうなの？なんかマジっぽいね。昭和生まれかよ。うん、だってもう30にはなってない。28ぐらい。お前、昭和生まれや。昭和最後の生まれや。うん、多分それぐらいと思う。俺の3つ上ぐらい。今年29歳、あんちゃうだろ。ガッキーな、可愛かったよな、あいつ。もう可愛い、なんやねん、あいつって、知り合い。お、いいね。あー、止まっちゃう。ギリギリ足りない。電気屋に何を買うのかな。電気屋。そらそうやろな、他にないもん。はい。いや、電気が悪いな。
マジでな、喋らんといて。マジで喋らんといて。すごい悪口やな。もういいですよ。凶暴な悪口やってる。俺またなんかこの流れ来てるぞ。ひたすらこれに止まり続けるっていう。うわ、最高。じゃあいいや。早っ。もうそろ。まだ。まだまだ。なんか怖い。いやったっめっちゃ待ってんぞ俺ほらおおてかもう6件も持ってんの俺うん3000の大台に乗りましたね3100年3000は大台なんすか3000は大台です3100年俺生きてるかな謎の大台の設定が分からへん気になるどうしようかなどこ3000ちなみに3100年は何ですか次あれやあ世紀末やあ世紀末なんすよ3100年はせ次の年に32世紀になる。ミレニアム、ね。まあ、え、3100年はもう32世紀になってんじゃないのなってないなって。32世紀になってんじゃん。1年から。あ、そうなのそうやったっけあれそうやったっけなんか100年ってでも21世紀に入ったんちゃうかな。うん、そんな1年から1世紀だね。でも1999年の世紀末になるんじゃないのだって2000年も世紀末。ずっと世紀末や。うん。実はそれすごいな。で、おかか。飛ぶね。さあ、ここで間違えたらあかん。俺は下に行かなあかん。さあ、何で俺の店に泊まるの。ちょうどええやん、ビアンカ。いや、ビアンカ化粧せんでも綺麗やから。いや、それでもした方がいい。そんな子がしたらさらに綺麗になる。そういうもんですよ。確かに。化粧品のコマーシャルの感度も確かに美しい。どういう意味ね、してなかったみたいな話だ。してなくても化粧薄いイメージね。うん、まあ、そうやね。で、ああいうやつほどそういう女優さん起用するよね。そう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 。マチャミとか。うん、ちょっとそれはよくわからないけど。マチャミとか。マチャマチャとか。マチャマチャ。マチャマチャって、めっちゃ濃いやん。もう誰かわからんぐらいメイクしてるやん。もう、仮装やん、あんなもん。ペイントの息や。トリブル。トリブル。わけない。トリブ。お前どこのやつやお前。さあ6出すで。はい。はい。あ7でしたね。残念。すごいな。したよ。で俺どん止まるけど。まあまあ。肉屋に止まるよ。せっかくそうしてんから。お前化粧してもしゃあないやろお前。もんじゃ化粧するよ。化粧したらキャサリンになるから。こういうとあれやけど、よくなってないやん。まだ、こういうとはもむんじゃなくて、可愛いやん。もっと自信持ってえねんで。2週目そうかな。あ、早いな。早いな。そう。2週目あれ、2週目来てるよ。あ、したんか。あ、したんか。そうか、そうか。3週目か、今。遅いな。うるせえな。え、なんか、ガンタンクみたいな下半身してんのか。キャタピラなんかした。下半身キャタピラか。ガガガガガガガ押せってあるんだよ地球専用な地球専用か時代はドローンやでドローン地球専用やんけ大気ないとどうしようもないからなもんなあー株買っちゃうかいや株は買うでしょ36も払わなあかんのきつー出す出すいいえ安いねあー俺そこの株も買っとこうかな上がりそうだしあもう小判ザメ戦法でいこうかな今回誰に寄生すんじゃん俺鹿さんに寄生しようとしてたけどちょっと見当違いやったみたいなそうですねちょっと今回あんまり良くないですねまあこれからねまだまだですだから全然俺に追いつくやんほらほら追いつくやんほらもう2週目やんエイさんが極端に遅いんてめえが悪すぎるっていう2人もうすぐ3週目行くもんなほんまにうん。え、もう一回何もう一回言ってさっき俺やった。あ、うん、どうしたのかなお銀行うわ、早い、3回目。はい、どうもー。うわ、もうゴールやな。またまたやもう4000の大台乗るやん、これで。まや。ずっと大台やん。最後な、特大台みたいになる。あ、今回、グズ鉄、どっち
の曲とかいいの、そうやな、まあ、変わんけど、まあ上がらへんねんけどどうしようかな、どっち買おうかな、こっち投資してるしな、まあでもこっちあった方がいいしな、上がらへんな、ここここい、あかんな、ここや、やばいな、そこや、地獄のエリアで、スラム街ここや、いやここ今回のスラム街ここ安いやね、ババ銀行近いくせにスラムに銀行あって大丈夫かよ、毎日強盗来るよな、多分銀行から出てきた人全員襲われてんそんなとこに店建てんの、はい、おおすげえ当たったね、4000の話題だった、4000の話題だった、4026年、いや知らんよ、もう予想もつかんわ、7、人類が生きてるのかどうかするやん、うわこれ、はい、リーダーの小屋とかって6000円やで、はい、長いよ、いやもう半分来たって考えたら幹部は来てないんやけどね、正確にはまだ1万やから4割ですよ、やっぱ、まあ、野球やったらすごいぐらいし、2か、下の方が安いかも、まだっす、どんどん見るのかな、払ってくる、みんな化粧品みんな綺麗になりたいんやから化粧品はよく困るな、やっぱ女の子はみんな綺麗になりたいんやね、うん、化粧品はこれで増資とかかなりたぶんかなり増資できる、だいぶできるよな、ちょっともうビアンド果物買ってどこ行くのケーキ屋さんやろ、果物買ってケーキ屋さん行くこれ、これこれでちょっとってさばいてすごい、釣りバカみたいな水揚げされたばっかりのリンゴだからリンゴ、水揚げっていうの、リンゴはさばいちゃって、どっちが、どっちでもしよう、結構高いな、それは売るべきかな、俺は、うん、だよな、なんか闇がすごい儲かんのって尺やしな、なあ3000円のオーダーいっちゃってるしな、もうな、いや、八百屋で何仕入れよそら、ケーキの材料やんか野菜ケーキ作るね、次は実験試作買わへん、やっぱりあのヘルシーな、買わへん、買わへん、買わへん、さあ、ゴールしよう、7、お、すごいね。よう出るな。あ、よう出るな。早いな。あー、足りねえな。ここもかなり止まるな。な。パンやパン。やっぱり、検証した後はパン買うからな、みんな。綺麗になってお腹を満たして。なんと野菜買って。まだ食うんかい。売りたくねえけどな。空腹系女子やな。違う。キリがいいから。7 めっちゃ眠なってった、何眠なってった、何これ、いや押さないと、え、俺の、はい、うわいや、でもな、場所に、まあ俺大丈夫や、かぶってその差なんで、うわ、くそやん、よかった、かぶってなくてよかった場所、最悪や、おしまいや、結構きついよね、結構落ちるな、うん、結構きついよね、容器あるからね、しかも今回はかぶ下がるやろ、めっちゃ下がるから、うぅ青舐めてる、あ、やった、あんまり言うて、あ、ここ俺も買ってるんですね、さあ、3000のお題から下がってしまった、4000のお題、1950円、なんでしょうね、日本で初めて室伏が誕生した、いやそんな年やってもっと後やと思うな、50年、もうちょっと後、1950年、俺の夫もいる、確か、いや室伏の親父か、別人、衣笠、いや衣笠じゃないよお父さんは室伏や、当たり前の室伏決まってるよ、室伏のお父さんは、なんでどういう複雑な家庭事情があって室伏に養子犬、お、やった、言うてもええやろ、ちゃうぐらいですどういう気遣い、 あ、このキャサリンが終わったらして一回切る、はい、あ、株価下がってまたお金ないいや、あれ、あ、でも返ってくる、あ、じゃあお金じゃなくてあれか、資産だね、
よいしょ。まるね。お、雑誌。お、クズ鉄。クズ鉄の地域が。250。クズ鉄が盛り上がる。じゃあどうか。パフィアさん。景気全然上がんな。景気が止まってない。なるほど。ここがどうか。250あるし。行ってまおう。おぉ。うわぁ。それ金持ってんね。持ってるんよ、俺は。これ、ビアンカ化粧をやめるべきやな。もうなんでテレビって言ってんの？知らん。知らん。ビーリゴも。よし。一旦切ります。パート3。